どうも、飯田張子です。米国大陸を田舎者が横断なんてなかった。第17弾。今回も前回に引き続きチャレンジシリーズをやっていこうと思います。で、前回はナショナルパークというチャレンジシリーズを全部終わらせました。で、今回このネバダドリームズというのをやっていこうかなって。まあ、ザ・ランの本編だったら第3番目で結構天気なとこだった気がするんですけどね。で、このドライハートというのをまずやっていこうかなと思います。ちなみにこのチャレンジシリーズのリワードすべてブロンズメダルにすると、370Z がもらえると。他はどうなんでしょうかね。まあ 370Z 好きなんでちょっとこれは気になるチャレンジシリーズですが、さて、どの車にしようかな。大体、まあ、クラス2のマシンというわけなんですね。ちなみに、まだアンロックしない車があるんでちょっとあれなんですが、そうですね、まあいろんなのがあるんですが、スープラに乗ってほしいってご意見もございましたし、まあ、私自身もスープラ乗りたいんで、まあ、これにしようかなと思います。まあノーマルももう十分かっこいいんですけどね、やっぱねエアロ組んだ方がもっとかっこいいんじゃないかなと。うん、全体的なねスタイリングはいいんですけどね、このエアロのね一番の問題点というのはね、このリアスポイラーのしょぼいとこですね。なんでこんなに幅狭いのっていうんです。ご存知だと思いますけど、このニードフォースピードザランって、ニードフォースピードアンダーグラウンドとかアンダーカバーとか、カーボンとかモストーンテッドとか作っている、EA ブラックボックスが担当してるんですね。だからね、カーボンとアンダーカバーとプロストリートにあったねオートスカルプトっていうのが復活してもいいと思うんですけどね、なんでないんでしょうか。まあそんなのどうでもいい。バトルモードですか。ザーランモードにあった、まあ一定区画を抜けっちゅうやつですね。ちなみにステージリーダーは私のフレンドさんのイカオクラさんですね。なんかよくわからん数字ばっか並んでますけど、これは、どうやら、ハンドネームを決めるときにちょっと失敗したもんで、さすがこの 1M クーペ早い、意外に早いっていうか、まあ、やつの実力は場所によっちゃ E92 型の M3 より速いですから、まあ、ある意味当然といえばそうなんかもしれません。もうすでにイカウクラさんとは結構差がついている。おー、いかんおい、お前早いちょっといかん横くんな、危ないっちゅう。まあ私が言うのもあれですけどね。よし、あと34秒、果たしてこのままキープできるのか極めて不安。あーおい、ガンガンガンビュー。ああ、まあそんなことはどう、とにかく、もうなんかブロック数でだけで手いっぱいですね。こんな調子大丈夫かな。前回は極めて簡単だった記憶があるんですが、あっ横から来る、出ないで、前に出ないで。よし、なんとか、まあちょっとあれでしたが、まあなんとか勝ててよかったです。はい、なんか初学生みたいな感想ですけど、まあそこのとこ突っ込んだら負けっちゅうですね。さあ次のターゲットは誰だ。目の前におるやつですね。わての嫁や、だからこそ前を置いたら。さてまた皆様方のご意見に答えていこうと思います。メッキの方が安っぽい、まあケースバイケースだと思うんですけど、私はうん、メッキキラキラの方がね基本的にね安っぽいっつうんです、思うんですね。やっぱ素材本来の輝きが美しいんです。一番なんかメッキで光らされてるとね、私的に言わせていただきますと、なんだろう、偽装してるというか、なんというか、その車本、なんかその素材本来の輝きではないのに、なんかめちゃくちゃキラキラ光らせてるのはねっていう。もちろん、まあ、異論は認めますよ。私の価値観がちょっとあれのラッキーだね。お、FD3S だ。しかし、前をいただく。FD は大好きですよ。ちなみに、前言ったかな？私は国産の中で一番スープラが好きですが、その次に、FD が好きなんです。そのぐらい大好きです。まあ、実際乗りたいとは思うけど、不安ですね。まあ、乗れるもんなら乗りたいです。維持が大変そうなんで。はい、無事勝てました。お、ゴールドメダルですね。いきなり調子いい感じって言ったことでしょうか。まあ、無事勝てたことですし、いいでしょう。
さて、またもう一つご意見答えていこうかなと思います。あ、チャレンジロックですね。アウトラン、なんかアウトランっていうゲームがありましたね、昔セガから出てたの。あれやったことないんですけど、ね、でも楽しそうなんでちょっと機会見つけてやってみようかなと。さて、もう一つ皆様方のご意見に答えていこうと思います。スープラの CD は最高に良すぎる。いやー素晴らしいですよね、あの無礼なケツじゃないけど。いや何回かねスープラの実写見てますけどね、いやー本当かっこいい、もう見惚れてしまいますよ。昔は思わなかったんですけどね、なんか最近になってから妙にね。ちなみに、1M クーペに乗ってほしいってご意見がございましたので、今回はこっちにします。まあせっかくリクエストして、いただきましたしね、まあ、答えないかんかなと。まあ、たまに独断で暴走する時もありますけど、まあ、そこのあたりご了承いただけたらなと。いろんなエラーがありますね。てかこの、1M クーペリアスポイラーレスなんですね。まあザ・ランのエアロセンサーもほんまねやばいひどいんで、まあない方がいいかな、かえって。ちなみに、私のフレンドさんのは、Z34 でですか。果たして抜けるのか、抜けるもんなら抜きたいんですけどね。オートログの推奨はやっぱ無理はしたくないですけどね。ちょっとな、おい、なんか来てるよ。つか、来てる R35 です。R35 とか違うか。おい、お前さんがいるなんて聞いてないよ。おお、ちょ、お前邪魔だ、邪魔だ、邪魔だ、邪魔だ。小僧とばかり点数稼ぎしやがって。まずカスカがポイントですね、これは。およし、ちょっと外れやりたいがあった。ザバー、さあこのままさっさと行っちゃいましょう。なんかすごい塊があるんですけど、え、まさか目の前に。まあ真ん中通りは問題ないっしょ。うるせえんだよ。まあスープラの話に買いますけどね。確かあれってアニメ化人がデザインしたやつでしたか、私よく覚えてない、知らないんですけど。でもあれ2代目バイパーと同じデザイナーっぽいですね。まあ、2代目バイパーはなんかちょっと似たような感じがするんですけど。おわすいません、ちょっとさっきは事故りかけてたんで、セットさせていただきました。これならやつは止められるかもしれない。ちょ、前ちょ、そこから来んな。多分これ一回、パターンとか覚えてしまえば結構楽にいくと思うんですけどね、初見だとちょっときついな。とにかく分かった、反対車線には出てこないからそっちに行きゃいい。しかし、私もフレンドさんとは差が広まるばかり。果たして抜くことができるのでしょうかって。もう一回事故ってんだ俺。とにかく落ち着くんだ。しかしこんなねまっすぐな荒野だったら 1M クーペよりもねマッスルカーンが似合ったんじゃないかなって。それもまあ昔のチャレンジャーとかね、あの辺りはいいんじゃないかな。さて、さあやつらがどう出るのか、どうよければいいんですが分かります。まあ1回リセットしちゃってますから、ね、仕方ない。つかなんだこの、これでも一応いけるのね。よし、何度かうまいこと言いました。お、珍しくプラチナメダルですね。つっか今回の場合はパトカーによる、まあ、妨害で一気にタイムが落ちることも考慮されてるんでしょうかね。しかしなんか実況中でプラチナメダルもあったの初めてやな。まあ嬉しいといえばそうなんですけどね。で、ベガスベロシティか分かるんですけど、ベロシティですね。ちなみに、ランキングは第5位か。わお。真ん中でもないな。下の方だね。ドベから数える方が早い。さて、プラムクレイジーって色ですねって。チャレンジャーの紫色ですね。まあ、私も調べましたが、確かにそういう色でしたね。しかし。
ねえ、まさか自分の会社の車にクレジーってつけるなんて面白いメーカーですね。さて、まあせっかくその話になったんで、じゃあプラムクレイジーな車で行こうかなと。そうです、この紫色です。いやー、ほんとクレイジーですね。まあそれがまた、うん、アメ車らしくてぶっ飛んでいいんですけど、ちなみに、メダル獲得なしじゃなくて、あえていないんですか。ちなみに大体チャレンジャーで行ってますね。っていうか思ったんですけど、このチャレンジシリーズってボス302よりもチャレンジャーの方が早い。まあ、確かに私もチャレンジャーでいろいろとタイム叩き出してる。うん、なんか、タイムチャレンジですか。よーし、てか思ったんですが、なんでステージリーダーより若干速いんですか。とにかくハイウェイの、まあ、渋滞をかけるけど、そこが分かります。あ、そうでもなかった。おーっと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 、急げ、釣られても。なぜ迂回した。おー、いか、反対車線でよかと思ったけど、あまりにも交通に多すぎる。反対車線出ると何がいいのかって言いますとね、おーっとっとっと、NOS が溜まりやすいですね。だからそれだけスピードが出やすくなる。だからね、よくマルチプレイとかではハイウェイを逆走しています。まあ、ちょっと今回は厳しそうですね。逆走してると逆に命が危ない。さすがにそれでジャック君の命が乗っているのはジャック君なんか定かではないですけど、あ、でもそれでもなかった。この場合は逆走した方が圧倒的にいいんですけど、そんなに交通量もないですから、なんか、まあ、よそ見はね、いかんですけど。そしてこのカーブを出て、このカーブよくなんかマルチプレイでクラッシュするんですよね。私も外人のこと最近は慣れてきたんで、そんなにクラッシュしないんですけどね。昔は本当 あそこで、まあ、壁走りしてましたよ。ドン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 って。 NOS のように物が焦ってますから。おっ、すごい US リーダーよりも早い。ちょっと信じられんんですが、3秒ぐらい差つけてやがる。どういうことなの。おーっと出てくるんだ。失礼しました。おーっと、たここはよくクラッシュするとこですね。うまいこと曲がりきれずに、まあここをうまいことクリアする人も結構いるんですけどね。まあ私みたいなド下手にはちょっときついなと思います。しかし不自然なくらいみんなはなんか台風が遅いなというか、そんなに厳しいレースなんですか。あー、出て私がね、こういう風にね、ヘラヘラ出るんだったらめっちゃ簡単なレースだと思うんですけど。お、無事にプラチナいただきましたね。そうか、今日はなんかすごいな。初見でプラチナとか、うん、運がいいだけだと思うんですけどね。多分絶対実力は伴ってない。運も実力のうちだと思いますけど、その、運と実力の割合は多分9対1だと思います、私の場合は。さて、まあ大体3つぐらいのレース終わりましたし、そろそろ時間なんで、まあ今回はここまでしようかなと思います。本当グダグダでしたが、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回にてお会いしましょう。